6月21日土曜日、久々にウエスタンの試合がね、ありました。オリックス戦。試合の結果は、5対2で負けたんですけれどもね、久々のウエスタンリーグの試合、面白いですよね。セリーグよりウエスタンリーグの方が好きな人も多いと思うんですけれども、私ももしかしたらその気配もあります。はい。こちら、先発陣ですかね、投手陣。5人投げたんですけど、上からね、出来を書いてみました。先発は山井さんですね。直球にちょっと力なく捕まった感じです。結構打たれてました。140出ないぐらいなんですよね、今の山井さんの直球は。相変わらずスライダーはキレキレでね、空振り取りまくるんですけど、そうなるとスライダーやっぱり軸なピッチングになっちゃっててね。このあたりは今日のオリックスはうまく捉えてたという感じがしました。で、2人目がですね、間隔空いたからでしょうね、清水のたっちゃんが投げてました。直球は147付近まで出てた感じですかね。今年は結構ね、なんとも去年の方が良かったなっていう時も多いんですけど、球が荒れ気味。去年の荒れ気味とはまた違う感じの荒れ気味ですね。去年はもうとんでもない、もう地面に叩きつけたり、上に突っぽ抜けたりとか、そういうのがよく見る感じだったんですけど、今年は単純によく見るタイプの荒れてる感じを受けますね。まだマックスじゃないかなと。去年の状態をマックスぐらいに思うんだったら、まだマックスじゃないかなという感じはしますけどね。ただ全然使えなそうって感じでもないです。で、3人目、森くんね、相変わらずいいピッチングしてますね。149、えぐめに見えます、直球。多分フォームのせいですよね。3クォーターのサイドに近い3クォーターから、球がキュッて速く来るんでね。えぐい感じがします。バッターが詰まってるような、振り遅れてるような感じになってますね。あれは多分フォームのおかげなのかなっていう気もします。で、スライダーもですね、食い込みっぷりが、左バッターね、そこ振ってんのみたいなことが非常に多いので、食い込みがえぐいです。2軍級じゃないね、今回は1軍ね、ギリギリのギリギリで落ちちゃいましたけどね、エキシビジョン頑張ったところで、でも内容見たらね、ただ単に順番的に森くんは漏れたってだけで、もうちょっと頑張れよっていう課題があるからね、漏れたという感じじゃないと思います。今のね、田島さんがですね、多分同じ役目になる田島さんがすごいいいんでね、次はライバルとしてはフジッシーなんですかね。フジッシーがちょっとね、時もあればね、結構まとまって打たれる時もあるピッチャーなんで、フジッシーが崩れた時がチャンスなのかな、次に上がる可能性があるのは。それ待ちっていう、多分そういう状態ですね。そこまで好調がキープし続けたいですね、なんとか。早く見たいところではあるんですけれども、1軍がかなりレベル高いのでしょうがないかなと思います。で、4人目、佐藤くん。前から言ってますけど、佐藤くんも同様ですね。こちらも2軍にいるのは調整中という感じではなく、やっぱ順番待ちしてるという感じですね。直球150も出てましたかね。で、低めにズバズバ決まるんで、佐藤くんの球も結構えぐいです。ただ、今日に関しては変化球が精度なくてね。コントロールついてなかったと、一言で言うと。そんな感じです。とはいえ、2軍の相手のオリックスのバッターがね、このクラスのね、ピッチングされるとズバズバ打てるわけでもないので、2軍級ではないですかね。ただやっぱり変化球がコントロールつかないとね、1軍じゃやられますんで、ここは調整しておきたいところですね。佐藤くんも、誰だろう、1軍だったら祖父江さんとかが相変わらず調子出なくて、何試合かやられちゃった時とか考えられるんですかね。入れ替えが、今の1軍レベルはちょっとね、なかなか順番待ちしないといけないってとこが苦しいですね。はい、そんな佐藤くんで、5人目がマルク。直球147、8ぐらいは出ますね。いい球が非常に多いんですけれども、変化球が甘すぎって書いてますけどね。ど真ん中とか高めにガンガン抜けてくるんで、ちょっとそれを打たれちゃって失点、2失点したのかな。ツーアウト追い込んでからね、長打打たれてるんで、甘いのは2軍でも苦しいなというところですね。ここですね、直球に関しては自信持ってると思うんですけど、変化球なんとか、精度を高めたいところですね。低めに決まった時はね、空振り取れるんでいいピッチャーなんですけど、今日みたいな日もある感じがするのがね、もう一枚やっぱりこう、もう一皮むけたいかなと、そんな気がします。こちら、
バッター陣ですね。いつもやってることなんですけど、もう一度説明します。これ私の勝手な主観です。はい、これ私の勝手な仮説なんですけど、ファームでね、むちゃくちゃ打っても全然通用しない人がいるっていうね、まあ前からの謎。そこをね、ちょっと解明しようと思ってずっと最近ね、チェックしてるんですけど、私が思う仮説なんですけどね、1軍で2軍で球が違うところはですね、やっぱ根本的なスピードが違う。で、ピッチャーっていうのは、まあほぼ全員がストレートを軸に、そこからね、変化球でずらしてくる。まあコースをずらしたり、タイミングをずらしたりしてくるので、まあそもそものストレートに対応できない、対応しづらい、対応する精度が低い、こういうバッターがね、2軍ではそこそこ打てても、まあ1軍ではからっきしダメになると。そういう仮定を立てて、まあ、2軍でもたまにいるそういう1軍級のピッチャー、まあ簡単に言うと145以上の球をガンガン投げてくるようなピッチャー、まあもしくはちょっと変則とかでね、2軍のバッターじゃちょっと対処しづらいぞっていうようなピッチャー、ここら辺からまあいいバッティングできたらチャンスありだぞというところを調べております。でこちらですね、今日のオリックス戦6人のピッチャーが投げてきたんですけど、まあ6人が6人ともさすがに初戦ということもあってね、いいピッチャーばっかり出てきたのかなという感じがします。でまず1人目、山崎選手ですね。山崎選手と山崎選手がオリックスいるのでちょっとややこしいんですけど、190センチの長身、もう見た感じ長身ですね。で角度がある、非常に角度のあるきついボールが投げてきます。ドラゴンズで言うと梅津くんとかに近い感じもしますね。で直球のベース、むちゃくちゃ速いってわけじゃないんですけど、145ぐらいが角度ついてくるんで、まあきついピッチャーかなと思います。フォークとカーブも投げてくるんですけど、こちらのキレはちょっと微妙かなと感じました。ここが切れてたらもう2軍の選手じゃ多分手がつけられないレベルですね。で今季1軍でも1回先発して5回を3安打に抑えたようです。うん、まあだからやっぱり光るものはあるんだけど安定感がないというタイプでしょうね、今のところ。でこの中でですね、ドラゴンズのバッターがまあいいバッティングしたかなと思う人はこちら石垣くんですね。石垣くん、ここで初めて名前書いたかもしれない。うん、まあこの前書いたかな1回。まあちょっとね、石垣くん対応力が今季ね、特に最近全然ダメっていう状況、まあ不振スランプと言ってもいいような状態だったんですけど、この休みでね、ようやく休みっていうか雨での2週間の休みですけど、この間でようやくちょっと調子も変わってるような気配はしますね。この山崎さんに揺さぶられてたんですけれども、最後ね、真ん中の146キロを綺麗にセンター返ししたので、まあ、この辺りは、まあ、進歩といいますか、調子のね悪かったのが上がってきた可能性があるかなと思える一撃でした。石垣くんがね、ここら辺ができるようになってくるとね、いつでも、うん、もう一軍おすすめできる、非常にね、使い勝手のいい選手なんですけどね、どうしても緩急に弱いというところが出てくるので、なんとかね、今の改良したバッティングフォーム、ものにして待ってますから、みんな。特に僕もずっとね、石垣くんの動画、フォームチェンジ、いろいろ調べながら、もう待ってますから、早く今季中にね、なんとか一軍に顔出してほしいなと思うところです。で2人目、山岡投手がなんかね、あれと思って、2軍で出てくるんだと思ったら、調べてみたらですね、肘が痛いというところで調整中というところ、まあ調整なのでっていうところもあるのかもしれないですけど、直球がね140ぐらいでした。うん、たまに力がない感じ、全体的に、まあ、今日投げてきてるピッチングは甘い攻めだったんですけど、まあ、バッター陣も特にいい打撃した選手いませんでした。まあね、直球は遅くてもね、やっぱり相変わらず縦スラはね、切れてたんでね、そこは苦しいなとは思ったんですけどね、もうちょっとなんとかいい当たりぐらいしようよという気はしましたけどね、まあ、1イニングだけ投げてきたというところですね。まあ、こういうピッチャーにやっぱりいいとこ見せたいのが2軍の、ね、バッター陣ですね。次頑張りましょう。で3人目、東投手、もうおなじみの一面のオリックス戦だといつも投げてくるような感じですけど、東投手育成なのかな、うん、ストレートは145前後ですね。石岡さんにいきなりホームラン打たれて、その後かなっていう感じで動揺したのか何だろうか、その後は球が高めになんか全体的に浮いてコントロールもつかなくなってきたような感じがしました。はい、で対応した選手いっぱいいますね。まあ、そもそも石岡君に打たれてちょっと怪しい感じになってた
というところもあるんですけど、で1人目はやっぱりその石岡くんですね。145キロの直球、この球自体は甘くないんですよ。結構ね、あの内側に来た低めに来たストレート、これをライトにガコンってホームラン打って、まあ、これで多分ね、東さんもちょっとあれってこう調子崩しちゃったような感じがします。結構インコースのきつめの球に見えた球をですね、体の前っていうんですかね、もうジャストミート、かなり強い当たりのホームランでした。 3イニング投げたのかな東さんで、2巡目も回ってきたんですけど2巡目もライト前にヒット、ジャストミートですね、1、2塁間を破るヒットを打ちました。うん、石岡君いいところ見せてアピール成功です。素晴らしいかと思います。2人目がガーバーですね。みんな大好き人気で言えば今チームで 1,2 を争う可能性があるガーバー。石岡君に打たれてがっくりしてるところ、144直球、まあ初球でしょうね。こちらも2者連続になるところぐらいでした。ちょっとね、あの引きだったんでよく見えなかったんですけど、センターのフェンチョクですかね、センターがジャンプしてそのグラブに当たるか当たらないかぐらいなところだったんで、当たったかもしれないし、フェンチョクだったかもしれないし、わかんないですけど、とにかくそこまですっ飛ばしました。最近ガーバー飛距離もアップしてるしね、すごいんですよ実は。タイムリミットがちょっともうね、あと1試合が1ヶ月半しかないんでね、苦しいんですけど、切れてる感じではないですね。だから、なんていうんですかね、ガーバーに関してはですね、給料ベースも安いですしね、個人的に思うことはね、ちょっと今年間に合うかはわかんないですけど、もう1年契約するのもありじゃないかっていう気がしますよ。若いしね、体にスピードもあるしね、結構、どの道、まあ想像ですけど、多分今年もね、オフ、外国人補強しないじゃないですか。しないっていうか、多分同レベルで終わると思うんですよ。だったらガーバーもう1年使うのも、まあ、個人的にはありかなと思いますよ。うん、もちろんガーバーがね、30本打てるバッターかというと、そういうタイプではないな。特に名古屋ドームだったら10本ぐらいがせいぜいかなという気もしなくもないですけどね。まあ戦力にはなりそうだなっていうで、かつ守備走塁は結構そこそこ悪くないので、うん、残しておければ最高なんだけどなという、まあ去年のシエラの扱いよりは全然期待できるという気はしますね。ガーバーどうでしょう、うん、個人的にナイスガイなのも間違いないからね、1年できるにはちょっと惜しい感じはします。個人的に、はい、頑張ってほしいです。で、3人目、あやつくんですね。146、高め直球。まあ、これをね、打ち返すのはなかなか1軍でも厳しいと思うんですけどね。綺麗にセンター返ししました。タイムリー。うん。調子が良いですね。先日動画でも紹介しましたけど、まあ、8月になってもね、調子良いという状況をキープできてるかと思います。で、4人目、遠藤さん。まあ、そんな中、低めのフォークですよ、最後。それについてってね、1塁ライナーだったんですけど、まあ普通三振するところのような球ですね。それについてってね、ファーストライナーいい当たりしたので、やっぱ遠藤さんはいいなというところ。遠藤さんね、あの今4番やってんですよ、あのエキシビジョン終わってから。ってことでですね、想像する限りまあちょっと求められるものが変わったんだろうなと思います。で、4人目、斉藤投手ですね。こちらはちょっと難しいね、サイド気味の変速左腕ね、かなり打ちづらそう。球自体はね、直球130台なんで、うん、まあ大したことない、球だけ見ると大したことなく見えるんですけど、スライダーが切れて、まあ左殺しと言われてるタイプの、まあ、卵でしょうね、うん、そういう感じで。こちらもですね、もうずっと左バッターがドラゴンズも続いたんですよ。三好くん、土田くん、根尾くんが続いたんですけど、まあまるで対処できず、うん、やっぱり外に逃げるスライダーが打てないと、そういう感じになってました。ただその中で、その根尾くんに続いたね、2番石岡くんがですね、ライトにいい当たりのライナー、フライ気味なライナーですかね、を打ったので、やっぱり石岡くん目立ちますね。ちょっとこの辺りの前の三好くん、土田くん、根尾くんがね、もう対処しづらいところだったのを、石岡くんはね、まあ結果ヒットにはならなかったけど、やっぱいい当たりしてくるんでね、うん、まあもちろん後ろにね、3人の後ろにいるバッターだからね、より多く遠くから見れたっていうね、有利さはあるのかもしれないですけど。で、5人目、村西くんですね。こちらもちょっと変速、右投げですけれども、サイド気味変速右腕、まあ1軍にもかなり出てるので、1軍リリーフ級ですね。ただちょっと今日の出来はそんな良くなかったかなと。
コントロールが非常に悪かったぞっていう感じですね。まあ、直球も一応だから一軍で活躍してる時はね150近く結構出るらしいんですけど、今日はマックス145を1球見ただけで、あとは142、3でかなりね良くないという感じでした。でこんな中ね荒れ球だったんですけど、遠藤さんはですね、まあ、センターへ大飛球ホームラン級の、まあホームランと言ってはあれですけど大飛球を打ちました。4番らしい打撃ですね。打撃を先ほども言いましたけど、まあ、遠藤さん今までね守備走塁そこら辺を求められてたと思うんですけれども、特に、まあ、今守備走塁って一軍で結構あぶれてるんでね、まあ、打撃をやっぱり求められてる、そういう気配がありますね。多分本人にも告知してるかもしれないですよね。だってずっと4番を打たされてるんですよね。 で遠藤さん自身もバッティングがねこういうあのホームラン狙ってるとは言わないですけどね、明らかに強打しようっていう気配を感じるのでね、まあ遠藤さんが実力者ですからもともとね、こういう感じで使い道がどっかで来る、そういう展開はねありがたいところですね。一軍だと誰だろう、まあ福留さんが調子いいんでね、その後の代打、まあ特に言うと、まあ、周平さんとかがなかなか調子出ないですけどね、遠藤さん使える時が来たらかなり使えそうな気配はあります。遠藤さんそういえばもともとショートやってたからサードできないのかな、サード遠藤ってできないのかな、見たことはない気がするけど、できたら大チャンスなんですけどね。まあさすがに当時はできてたとしてもあれから何年も経ってるからもう無理かな、5、6年経ってるかな、ショートやってた時からは。まあそこら辺はちょっとね欲張りですけど、遠藤さんもチャンスが来たらね結果出せそうな状態なのでね、今回この前のエキシビジョンもね結果出せなかったから落ちちゃったんでね、悔しいところですけれども、まだまだ調整機会があるというところは絶対まだチャンス1回来ると思うので頑張ってほしいです。で6人目張投手ですね。ちょっとこちらの投手ねあんまり僕も知らなかったんですけど、かなりすごい投手、すごい球を投げてました。もうストレートは全部150、151でした。すげえな、そこが まずすごいなというところで、まあ、多分球速以上に伸びもありますね。もうちょっともう無理、素晴らしいという感じですね。ただ変化球がもうまるで抜けまくり、4球に1球ぐらいしかストライクゾーン来ないみたいな、そんなところでしたね。ただまあ大器でしょう、器がかなりでかいでしょう。そのうち一軍でエース級になる可能性を秘めたような、そんなピッチャーに感じました。でこちらも先ほどと同じかな、岡林くん、三好くん、土田くんともに対応できずと、まあ、相手の球が伸び伸びだったんでね、この辺りにねやっぱりいいこの辺りのストレートとかをねバチーンってうまくね引っ張ってヒットしたりとかね、ヒットできなくてもねライナーで遠くに飛ばしたりとかできればねおっって思うんですけど、まあ、この辺りいきなりね対処するっていうのもやっぱりこの今の時点では難しいんだろうなというふうに感じてしまいました。はい、頑張ってほしいです。まあやっぱりね、対処できそうな人とできなそうな人が結構ね差があるので、石岡くん、ガーバーで綾継くん、遠藤くんあたりは、まあ一軍待ちという状況ですね。石岡くんは育成なんでね、すぐに出れないですけれども、なんとかチャンスが来てほしいなと思う選手です。育成じゃなければねまだ29なんで、別に来年もチャンスって思うんですけどね、育成なんでねなかなか別に僕本人じゃないけど見てて思います、なんとかチャンス、お願いしますと思います。はい、最後ですね、ウェさんちょうど再開して久々だったんで、まあ頑張ってほしい選手、スタメン組のこの方々今現在どうだったのかというのをちょっとね調べてみました。見てた結果もう完全に私の主観なので申し訳ないんですけど、こんな感じだったかなと思います。ネオくんが1番セカンドでスタメン出場です。まだまだ調整中な気配、空振りが多いのは相変わらずです。意識がねなんかもう一軍で癖ついちゃった、あのライトに行き過ぎなんですよね。なんかね指導されてたんですけどね、もっとライトへライトへっていう、まあこれライト行き過ぎな気がしますよね。もともと去年とかはねセンターを中心に右中間左中間に強い球をねガンガン打ってたんで、なんかバッティングがね違うなっていう感じ、どっちが正しいのかは分かんないですけど、なんとかね今のこのちょっと
何かが狂ってるのを直してせめて去年のような期待感のある状態に戻ってほしいな、まあ、今年の5月ぐらいのホームラン打った時もね一時期いい感じがありましたけれども、ああいう時期があるってことはねやっぱ根本的にそもそもダメだよっていう選手じゃないってことは間違いないんで、なんとかうまく選手として活躍できる妥協点じゃないですけれども、ちょうど自分に合ったところを見つけてほしいところです。ちょっとねぐるぐる回ってる感はあるなと思います。で2人目がねいつも気になる石垣くんは6番サードで出場ですね。前は4番ずっと出てたんですけどね、もうちょっとまあ乱調によりだんだん打順が下がってきてしまいました。今は6番、まだマシかな6番なら。でね今日は直球をセンター前に打ったのは明るい材料ですね。前初球とかね直球が続けられた時とかだったら全然直球速い直球打てるんですけど、今日とかはねいろいろ散りばめられた中で最後直球をセンター前に打ったんでね、あ良かったと思います。こういうバッティングが要はね維持できるかというところなので、前はちょっとねもっとひどいくる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 してたんでね、その時期の最悪はもしかしたら出してるかなと思うところです。まあなんとなくですけどね、ファール打ってるにしてもうまくタイミングは取れてる気配はしてきました。はい、頑張ってなんとかね一軍にぜひどっかで上がってください。で次がですねこちらも大好き岡林くん7番レフトですね。岡林くんもね調子いい時は1番2番が多かったんですけど、やっぱりこう最近7番とかねそういう感じになってしまった感じはありますね。ちょっとね相手が乱調な場面に遭遇していることが多かったのは不遇、自分の力が見せづらかったところは不遇だったんですけど、まあ、その中でも特に良いところも見せられなかったので、まあこれからかなというところですね。まあスタメンで使ってもらったんでね、しばらく使ってもらえるとは思うんでね、うん、頑張ってほしいなと思います。前に言ったんですけどね、岡林くんはね引っ張ってファールしてる時はね非常に僕的には状態いいなって思えるところ、まあライトに弾丸ライナーでホームランとかね大ツーベースとか打つことは少ないんですけどね、なんか調子いい時はそういうファールとかも結構ね見れてね、あ岡林くん引っ張ってる状態いいっていうか、頭の中が整理できてるのか体のキレがいいのかわかんないですけど、そういう時はいいなって非常に思うんですよね。なんかね悪くなってくるとね、球を待ちすぎというか呼び込みすぎってやつなんですかね、もう球を空振りはなかなかしないんですけどね、もう来たのをちょこんってですね当てるのが精一杯で、意識が全部ねセンターから左に行きすぎてて、当てるの精一杯で全部サードのスタンドにファールばっかり打つという、それがね最悪岡林くん状態だと僕は思ってるので、それが起こるとねもう内野ゴロしか打てなくなるんでね、うん、まあちょっと前はそれだったんですけど、なんとかここから好調を見せたいところですね。今季に関してはもうみんなにね差をつけられて、伊藤くん渡辺くんねもうみんな上でね行ってしまって、調子のいいところをねみんな注目してもらってますからね、うん、岡林くんも春までの注目度の高さが最近なくなっちゃいましたからね、頑張ってほしいところ、うん、なんとか結果で見返さないと、結果で見返さないとと思います。あとは気になるところで言うと郡司くんですね。コンバートしてるんじゃないか噂の郡司くんは特に出場がありませんでした。はい、残念、どっかで見たかったなと。で石岡くんですね、先ほどちょっとね祝勝会、一軍の祝勝会で石岡くんが指導されてたって言ってたんですけどね、後でじっくり見たら指導してるのは打撃じゃなくてね渡辺コーチ渡辺さんでしたね。渡辺さんがまあファーストゴロの多分取り方をですね指導してる感じでしたね。なんかしらちょっと渡辺さんの目に余ったなんか良くない取り方をした時があったんでしょうね。そんな感じがします。打撃の話じゃなかったんですね、残念。まあとはいえ石岡君今日2番ですからね、使われた打順がドラゴンズの2軍の結構特徴なんですけど、1番2番3番4番ここで使ってくる選手は1軍チャンスですで5、6、7、8あったり 9も含めて、まあウエスタンは DH なんで9も含めて、まあ、ここら辺で使ってくる選手はまあお試し調整、そんな感じ、結構露骨です。はい、あんまり下位から一軍に上がるみたいな、まああんま見ないというかほぼないです。というところで言うと今ね今日なんかはオーダーで4番までで言うとネオくんで、2番が石岡くんで、3番がガーバー、
4番が遠藤さんという結構ガチメンバーなんでね、育成感ない感じ、いつでも早く上がれよというところの4人がやっぱり占めてるんでね、この4人がやっぱりね大注目かと思います。もちろんね、あの打撃結果とかあと対応力とか見ながらね入れ替えられちゃう。ちょっと前言ってた、さっき言ったね、岡林くんとか石垣くんとか、このあたりもね、その1番から4番今年経験してるメンバーなんで、あのそこはチャンスだったんですよ、はっきり言うとこれからはだからね、6番とか7番打たされてるようじゃダメなんで、なんとかまずはね1番から4番までに入ろうと。この2人も、まあ、土田くんとかはまだだから9番とかなんですよね、出ても9番8番が多いので、まあまだちょっとやっぱりね、あのそこまで強く見られてないなっていうのがね、あからさまなんですけどね、そういったところを見ながら見るのもちょっと面白いかと思うので、まあはっきり言うと石岡くんは今まで、まあよくて5番、まあ、1番から4番っていうのは、まあ、まずなかったので、うん、ここの2番っていうのはね、どんだけ期待値が上がったのかっていうそういう証拠になると思います。育成ですけどね、枠が今ね木下さんのね件で一つ増えたので、チャンスは増えたのでね、石岡くんになんとかねチャンスを掴んでほしいし、2軍のスタッフもこういう気をしてるってことはいつでも上げますよっていうサインなので、間違いないね、本当に上がってほしいと願うばかり。石岡くんのタオルもそろそろ買おうかなそれくらいですね。ただ石岡くんタオル今買うと205になっちゃうのか育成はね3桁であれですよね、支配下になると2桁以内になるんで、今買うと実際1軍で活躍する時の番号じゃないのか、そこは痛いな。まあでも個人的にはまあ5割以上はね、あと何週間かで石岡くん支配下あるんじゃないかと個人的には期待してるので、なんとか幸運にも恵まれてほしいです。なんとか、うん、運でも何でもいいから頑張ってほしいところです。またウエスタンの試合続きましたらね、雨が最大の敵なんで晴れてたらやると思うんで、そちらも僕の好き勝手な解説ですけれども紹介できたらなと思いますので、またよろしくお願いします。それでは。チャンネル登録よろしくお願いします。